はい、どうも皆さんこんばんは、もじです。本日はジャッジアイズの続きですね、やっていきたいと思います。龍が如くシリーズ、木村拓哉さんが主演のね、探偵をもうメインにしたお話でございます。前回どんな感じだったかなってちょっと今思い出してたんだけど、確かサブクエストの途中で、途中っていうかサブクエストが始まるとこかな、なんかカツラみたいなのがビューンって飛んできてっていうとこの続きですね。わかりますかね。じゃあやっていきましょう。かおちゃんいらっしゃい、ありがとう。ロードで、これだな。はい。よいしょ。音量大丈夫そうですかね。いけますかね。何かありましたら教えてください。ですね。ここだね。ここにピューンって飛んできました。あーはい。ちょっと待ってね。ちょっと僕操作が操作が覚えてない。ケースファイル一応見とこうか。メインのお話ではピストル強盗があって、それなんだっけ、松金組の1億円強盗の犯人を海藤さんに聞きに行こうみたいな感じのお話でしたね。うん。で、メインのケースが、これですね。松金組事務所ピストル強盗事件。で、この京麗会組員連続殺人事件はまだ、続いたままですね。で、サイドケースで、ドローンレースをやった後ですね。うん。で、今から多分サブクエストが始まるよというところでございます。これですね。なんだろうこれ、なんだろうこれってなるよね。それ僕のです。ハゲ頭の男。ん？ん？来たー、ハゲ頭の男。わー、大丈夫？怪我なくてよかったね。怪我なくて。うん。あ、待ってくれー。お、男前だねー。そよ風と共にされタイトルいいなー。くそ、こんな時に。大丈夫ですか？足をくじいたみたいです。あ、そう、知らんけどね。それよりも僕の帽子が、あ、帽子なんだね。ずっと帽子って言いそう。帽子？帽子というかカツラじゃないか。すみません、追いかけてください、お願いします。なんでなんで俺がそんなめんどくせえことしないといけないの？え？緊急事態なんです。あれがないと大変なことになるんです。知らんけどね。うん。俺もしますか？カメラワークに悪意を感じる。うん。すごい悪意を感じる。人助けだと思って、どうかお願いします。まあ、わかりましたよ。矢上探偵は、人がいい、うん。すごく人がいいんですよね。なんだろう、チェイスかな？チェイスだね。ちょっと僕、操作覚えてっかな。痛い。何も出ないね、でもね、キーコンがね。あ、間違えた、逆だ。逆行っちゃった。どっちだ？ A ね。OK。B。はい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 。いいですよ。あれ、めちゃめちゃ引っかかるけど。めちゃめちゃ引っかかってるけど、これ何も出ねえんだよな。操作が。お？なんだこいつ。なんでこんな。あ、自分で避けれんのか。これ間に合わないな。うん。間に合わない気がする。もう見えないもんね、カツラ。いてて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 。これ俺悪くない？勝手にもう引っかかんだけど。あ、自分で動かさないとダメ？そういうこと？なんか全部指示欲しいですね。いた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 。あ、カツラ見えてきた。見えてきたよ。結構余裕ある感じね。うん、まただ。取れない。取れたー、ナイスー。帽子を捕まえる。帽子って言い切るんだね、ずっと。わさいらっしゃい、ありがとう、こんばんは。
ああ、やっと捕まえた。お前、ほんと自分で取れん。ありがとうございます。すいません、すばしっこい帽子で。帽子は別にすばしっこくないのよ。とんだ災難でしたね。はい、どうぞ。ありがとうございます。お前、いつまで帽子って言い続けるつもりなん？なんだこの無言のまあは。あの、かぶらないんですか？ねえ、人前ではちょっと、お前分かってんな、それ、帽子じゃねえって。あの、ところで僕の顔、見覚えありませんか？知らねえな、うん、全く知らねえ。そう言われてみたらどっかで、おっと、知ってんの？全然知らないんだけど。はあ、後でテレビで見たら分かっちゃうでしょうね。おっと、テレビの人。なるほど。ちょっと説明させてもらえますか？いや、別にいいです。説明とか。うん。話進めたいし。ん？もうこんなん構ってる暇ないんだけど。誰も見てませんよね。知らんけど。俺見てるけど。ええ、大丈夫だと思いますけど。よし。ふっ、いたずらな北風ちゃんだぜ。俺をからかって遊んでやがる。なんだこいつ、腹立つ。太陽を見つめすぎて嫉妬されちまったみたいだな。急に人が変わったようだぞ。おっと、自己紹介がまだだったな。俺は徳永東也、アイドルをやっている。アイドルをやっている、結構なおっさんじゃない？うん、結構塔が立ってる、うん、おじさん。塔や塔が立ってる。ああ、なるほど。ええ、アイドル？おや、ご存じない？結構有名なつもりなんだがね。知らねえ。徳永塔やといえば、抱かれたい男ナンバーワンに最も近い男と一部で言われているアイドルさん。言われてないな、これ多分。最も近いと、抱かれたい男ナンバーワンに最も近い男と一部で言われているアイドルなんだね。言われてねえな、これ多分。もう一回言いました。そうなんですか。全く興味ない。そういうあんたは何者だい？素人とは思えない走りっぷりだったが、お前に素人かプロかわかるんか。八神、神室町で探偵事務所を開いています。八神さん、すいませんね。こんなところに連れ込んじまって、本当よね。顔が知られてるだけあって、人前で帽子をかぶっちまったらいろいろバレちまうもんでね。帽子じゃないからね。なるほど、そういうことでしたか。八神さん、一つお願いなんだが、帽子のことは内緒にしてくれないか。どうしようかな。まあ、もらえるものもらえれば黙っといてあげてもいいのかなって思ってはいますけども、まあ誠意の見せ方一つで変わってきますよね、やっぱりそういうのってね。どうしたもんだかね。徳永東也といえば、自慢のサラサラヘアをそよ風になびかせ軽やかに踊り狂うアイドルだ。知らんけどね。自慢のサラサラヘアが帽子だったなんて、まだ帽子って言ってる。知られたらお伝道様に顔向けできね。わかりました。あなたの秘密は俺の胸にしまっておきます。まあどうでもいいって思ってるだけなんだけどね。おぞずいらっしゃい、ありがとう、こんばんは。ご協力感謝するよ。これは口止め料ってわけじゃないが、せめてもの俺さん。ありがとう、それだよ、それそれ、誠意ってそれ。それじゃあ収録があるんで失礼するよ。次はテレビの前で会おうぜ。まあ、結構有名な人なのかな、知らんけど。僕は全く。突風のように現れ、そよ風のように去っていった。なんかいい感じの風に言ってるけど、全然いい感じじゃないね。さあ、じゃあカイトに報告しに行きましょうか。カイトさん、どこだっけ？マップってこれどうやって見るんだっけ？普通にこっちで開かないとマップって見れなかったっけ？マップってどこだ？そもそも。あれ？マップってなんだっけ？あ、タブだ。あ、事務所に帰ってんのね。オッケーオッケー。じゃあ、帰りましょう。チンピラがね、街中にいっぱいいるんだよね。ん？なんだ？今のキロ音がなんだ？
ここか？関係ないよな。まあ、いっか。あとにしよう。あとあと。ちょっとよけてね。通りますよ。矢神通ります。矢神通ります。矢神通りますよ。ごめんね。自分の肩幅分かってねえんだ。だから歩くと人に当たっちゃう。よいしょ。帰ってきましたよ。はい、どうさんいる？いるね。攻めんだよな、ここ。よ、戻ったのか。戻ったよ。ああ、例のシャルルってゲーセンに入って、東とも会って話した。うん。尾行がバレたのか？いや、こっちから話しかけた。どんな感じだった？ま、それで、あ、ごめん、飛ばしちゃった。東も頭の言いなりになるしかないってことらしい。そうか。ただ実際話してみて、東はそこまで昔と変わってない気もしたよ。そうだね。そうは見えなかったかな。うん。東がもし変わったとすれば、あの拳銃強盗で海藤さんが破門されてからだ。東、前回ね、会ってるんだけど、お会いしてて、会ったんだけど、ゲーセンで会ったんだけどね、その時は子供との対応とか、見てると、いい人、そうでした。だから多分その、海藤さんが破門される前はいい人だったんだろうね。うん。まあ、反社でいい人ってよくわかんないけどね。うん。ただ、今回、その、うちの事務所に攻めてきた時の東は、すっげえ悪そうだった。うん、この辺だよね。でも結局、あの事件は何だった？まだ松金組の中でも未解決のままか。海藤さんが破門になった理由ですね。海藤さんが組の、事務所をお留守番してる時に、強盗が入って1億円かな？盗まれました。拳銃強盗されました。で、その時が原因で海藤さんは破門されてしまったんですよね。まあ、組で破門っていうと、もう本当大変なことらしくて、うん、知らんけど、僕は。うん、まあ、でも、破門されちゃったから、その事件の話だね。東について聞く。奪われた1億について聞く。羽村について聞く。まあ、一番今回聞きたいのは、この奪われた1億について聞きたいんだよ。どうなったのか。結局奪われた後捕まったのか、捕まってないのか、見つかったのか見つかってないのかっていう話だよね。ただ一旦ちょっと話そらして東について聞こうかな。海藤さん、東とは全然会ってなかったのか。うん。今日破門されて以来久々だ。なるほど。俺と行き来すりゃあいつが頭に目つけられる。なるほど。迷惑になっちまうと思ってな。うん。そっか。東はもともと海藤さんの射程だったんだよね。うん、で、海藤さんが破門された後、この羽村っていうのがいるんだけど、羽村の頭についてたと。ちょっともう一回聞いてみようか。羽村の頭がこの先どう動くか。またここに押しかけてくる。そいつは時間の問題だ。うん。で、次はマジで俺らをやりに来るかもな。そこまでされるような真似したかね。それだけモグラに触られたくねえってのが一つ。あとは何より頭は俺らのことが嫌いだ。たく、こないだ頭に無罪取ってやったのって俺らだよな。報われないね。報われないね。そうだね。羽村の頭っていうのは事件を起こしてて、僕らは探偵なんですけども、矢上探偵が、弁護のお手伝いをすることによって羽村の頭は無罪を取れました。うん、だから解放されたってことだよね。うん、なぜか今ボコボコにされてます。今ね、2人とも顔面ボコボコなんだけど、これは羽村の頭たちにやられました。うん、まあ嫌いだからっていう理由っぽいですねまあ、モグラというお話も出てきましたけどもね。これはちょっと先進めつつ見ていきましょう。じゃあ、奪われた1億について聞きましょう。1年前、海藤さんが組を破門にされた時、事務所の金庫から1億。
拳銃強盗にやられたんだったよな。うん、それがなんだよ。えぐいよね、1億。結局その始末はどうなった？カイトさんは何か聞いてるか？金は東が回収したらしい。お、なるほど。例の綾部から聞いた情報によればだ。東がどうやって？うん、さあな。もっと詳しく聞きたきゃ20万出せって言われてよ。20万か。その時は持ち合わせがなかったんだな。それっきりだ。なかなかだな。綾部に聞けばいろいろわかるわけか。金はかかるぞ。やつは今ならテンダーにいるはずだ。なるほど。まあ聞ける話は聞けたぞと。なるほどね。捕まったんだね。じゃあ1億の強盗犯はね。うん。しかも東が捕まえた。でも東がどうやって捕まえたかの内容はわかんねえと。うん。その情報を聞くためには、20万かかると。なるほどね。20万もねえぞ。あ、持ってっかも。1、10、100、1000。あ、20万持ってますね。これ、ちゃんと持てるように、ストーリー進んでたのかな。まあ、テンダー向かいましょうか。綾部というね、警察なんだけども、あれなんだよ。情報をね、横流ししてるやつがいるんだよね。綾部の情報を買うんなら、金がかかるぞ。持ってます。金が足りなきゃ、その時考えるよ。持ってます。使いたくないけどさ、全部だ。全財産だからね、僕の。なんとか綾部を、こう、ね、パチボコにして、無料でくれねえか。なんか猫鳴いてる、どこだ？どうかな？猫のね、お話も途中なんだよね。サブクエね。猫見つけたら写真撮って、みたいなこと言われてんだけど。なんか今猫の鳴き声してたよな。まあ、いいか。ストーリー進めますかね。うん。サブクエストに関してはちょっと裏でもね、ごちょごちょやってるんですよ、実は。うん。なので、スキルもね、めちゃめちゃ取ってます。実は。街中で、こう、チンピラと戦いまくってね、いろいろ上げております。はい。いろいろ増えましたね。うん。なので、その辺はいいとして。あ、そうだそうだ。チンピラと出会ったらやりたいんだけど、めちゃめちゃ強い攻撃覚えたんですよ。なんだっけ。バトル。めちゃくちゃ強い。これだっけな。ハッケーってやつですね。今ここまで上げてんだけど、ハッケーっていうのがめちゃくちゃ強いの。これどうやってやるんだっけな。ハッケー、ハッケー。オッケー、オッケー、オッケー。これまた敵にあったら、やりますね。うん。めちゃめちゃ強いのよ、攻撃。まあ、とりあえず、じゃあ、テンダーに行きましょう。テンダーはどっちな？ここね。オッケー。こっちから行った方が早そう。ごめんよ、ごめんよ。ちょっと肩幅の広さが分かっていない矢神探偵なんで。キローンって言ってんだけど、このキローンは、まあいいか。おっと、来たね。よし、やりましょう。いくよ。ちょっとね、大勢の時にはやりづらいんだよね。よいしょ。わかりましたか、今の。こうね、溜めて、このタイミングよく殴ると、めちゃめちゃ強い攻撃になるんですよ。ただね、これちょっと集団戦に向かない。よいしょ。対1対1の攻撃で使う感じですね。このね、一戦だけで全然戦えるぐらいの攻撃力ですね。ちょっとダメージの回復がやーべえ。ダメージ受けすぎた。まあ、とりあえずテンダー行きましょうかね。この辺だよな。あ、ここだ、ここだ。かっこいいよね。中国憲法っぽいよね。じゃあ、綾部に会いましょう。あれ、綾部いないね。
いないな。よ、いらっしゃい。はい、どうも。噂じゃこの店に悪徳警官が出入りしてる。悪徳警官ね。あのな、うちの客にそんなのいないよ。人聞きの悪い。そんなのしかいねえよな。綾部来てない？さっき来るって連絡はあったよ。本当？それよりターボ、ちょうどよかった。何？一つ頼まれてほしい仕事があんだ。何よ？仕事？八神探偵事務所神室町一と見込んでね。ははははは、は、そうでしょう。そう言われると断りづらいな。そうだね。照れることないよ、俺本気なんだから。たく、調子いいよなこのおっさん。裏ではおっさんって呼んでる。どんな仕事？さあね。何？まだ聞いてないんだ。まあ依頼人はうちの常連だから間違いはないと思うけど。頼みたい仕事がある。報酬5万円、まあまああるね。公園前通りのヒルズガーデンに来てほしい。受けてみようか。これサブクエストだね、多分。今から公園前通りのヒルズガーデンってところに行ってくれ。わかった。今すぐ？その代わり綾部さんが来たら連絡してやるから。本当？助かる。ただ待ってるより人稼ぎしてきなよ、八神探偵。はあ、それもそうだな。よし、じゃあ綾部が来るまで、行ってきましょうか。今開いたよな、ここ。なんで開いた？よいしょ。ヒルズガーデンに行けと。はいはいはい。じゃあまあとりあえず行きますかね。ここだよな、ヒルズガーデン。でももっと上になってるな。あっちか。場所が違うのかな。ごめんねごめんね、邪魔よみんな。ん？なんだ？分かってこい。どこだ？あっちか。遠いね。なんだあいつ、バイクに八つ当たり。やめろバイクに八つ当たりは。いった、お前敵がちょっと強くなってきてるな。やべえな、これ死んじゃうかも。よいしょ。あ、やばい、しくった。よいしょ。これタイミング合わせないとね、ダメージが、大ダメージに与えられないんですよね。あれ、ヒルズガーデンどこだ？あ、ここか。もうちょっとだった。ここだね。どこだろうな。ちょっと離れたか。あっちか。この辺のはずなんだけどね。ここか。依頼人から指定されたのはこの辺だな。おお、なんだ。あ、これあれだよね。ギャングみたいな子たち。八神さんだな、探偵の。あんたが依頼人？ああ。黒。ああ、カラスの仮面だから黒。あは。ペストマスクみたいだね。ピアスつけすぎじゃない？ん？その仮面、ひょっとして今流行りの窃盗団？おっと、警察にチクったりしないでくれよ。っていうかなんか首、じゃらじゃらつけすぎじゃない？それは逆に重くない？僕もシルバーのね、アクセサリーとかよくつけてたんでわかるんですけど、あれ激しい動きしたらこのなんて、鎖骨にガンガン当たってめっちゃ痛いんだよね。確かに俺らは泥棒だけど、善人からは盗まない。悪党専門の、いわゆる義賊なんだからさ。義賊そんなチャラチャラしてたらダメでしょ。だから罪にはならないって言いたのか？それを判断するのは俺じゃない。裁判官だよ。さすが弁護士。
なんだよ、意外にお堅いね。指輪とかも腕のネックレスやブレスレットもすごいね、ジャラジャラ。テンダーのマスターは店の常連からの依頼だなんて言ってたけど、窃盗団からの依頼だって言ったら俺が断ると思って嘘ついたな。まったく。依頼人のプライバシーを守る。安心していい。ただ盗みの手伝いをしてほしいとかって依頼なら受けられない。オッケー、それなら大丈夫だ。あんたには人を探してほしいんだ。なるほど、人探しね。でも窃盗団ってさ、なんかすごそうらしいかな。お前ら探せよって思うけどね。ん？人探し？通称ジェスターってやつ。本名は知らない。うん。それってもしかして、そう、うちのメンバーなんだ。ただちょっと前から連絡が取れない。何？ジェスターに何かあったん？つまり行方不明ってわけ。特徴は？名前のまんま、ジェスター。つまりピエロの仮面をしている。うん、ジェスターはピエロって意味なんだね。今知りました。ピエロの仮面、この子ね。このスマホを盗んでった子、まさかこの前のあいつか。この前の山でドジ踏んだやつがいて、それでメンバー全員が警察に追われる羽目になってさ。その時ジェスターは一人で警察の目を引きつけ、俺らを逃がしてくれたんだ。いいとこあんじゃん。まあ一回僕も助けられてんだけどね。いいとこあるじゃん。いいとこあるし、実力もすごいんだろうね、多分ね。仲間思いなことで。で、その後から連絡が取れなくなっちゃって、捕まるようなドジ踏んじゃいないと思うが、それならなおさら連絡取れない意味がわからない。随分信頼しているみたいだね。あいつはうちのエースだ。腕が良くて頭も切れる。なんでれ、ああ、そうか。捕まってるとかになって連絡取れないってなってたら、どうしようもないからか。もしあいつがピンチなんだったら、今度は俺らが恩を返す番だ。なるほど。なんかそんなこと、みんなジャラジャラしてんな、なんか。これ見よがしに。なるほど、そういう事情か。5万円で頼みたい。どうかな。あ、もちろん綺麗な金だよ。お前らの言う綺麗な金ってどんな金？あいつのことは俺もちょっと気になるんだよな。この依頼を受ければもう一度会えるかも。まあでも確かにちょっと会いたいよね、ジェスターはね。わかった、引き受けよう。決まり。それじゃあ頼んだよ。なんかね、あの悪者の笑い方するんだよな、こいつ。なんかわかんねえけど。待った。どうやって連絡を取ればいい？何かわかったらまたここに来て。いつも誰かが見張ってるからさ。何、そういう場所なのね、ここは。八神さんが来たらすぐにわかる。なるほどね。それじゃあ。敵が逃げていく時の走り方。怪しいね、この子たち。なんか、なんで一人ずつ逃げていくの？いろんな方向に。同じ場所に行くわけじゃないんだね。世間を賑わす窃盗団のメンバーか。まあそうじゃないかとは思ってたけど。どうやって探したものか。そうだね、どうやって探そうか。とりあえず前にあいつと会った場所に行ってみるか。何か手がかりがあるかも。最初に会ったのは天下一通り裏のビルだ。そこに行ってみよう。天下一裏通りのビルで電話してる時にジェスターが追われてて、で僕のスマホを盗むことによって警察の尾行を振り切ったみたいな感じだったよね。ここね。はいはい。僕はその殺人犯のモグラを追いかけてる最中だったんだよね、あの時。かっこいい。そんなジャンプできんだ。じゃあ前とりあえず行ってみましょうかね。なんか落ちてるね。よいしょ。精巧なネジ。これドローンの部品らしいですね。あぶね、車引かれるとこだった。ちょっとチンピラに絡まれたらやだから、ちょっとご飯食べとこうかな。結構ね、お弁当も買ったんだよね。そうそう、よいしょ。ちょっと待ってね、あのマウスのセンターホイールがね、言うこと聞かなくて。おでん盛り合わせ10個、寿司詰め10個とかね、いっぱい買いました。あのコンビニでさ、レコードがもらえるってあるのよ。700円分買ったらレコードがもらえるみたいなやつで、この辺にあるカムロ町のコンビニ行きまくって、
レコードもらいまくってます今、うん、ほぼほぼコンプリートしたんじゃないかな、うん、またあの事務所に帰った時に聴けるっぽいので、レコード聴けそうだったら聴こうかな。ただね、ちょっと YouTube 的にね、著作権ぶつからないかどうかが不安なんだよなそこなんだよね、あの音楽系はね怖いの。ここだな。よし、ここであったんだよね。でこの上登っていって、すごいあのビル街を逃げまくったんだよね。あ、逃げまくったというか僕は追いかけた方だけどね、うん、ここであいつに助けられたんだったな。助けられたというか、あいつを追いかけてったら落ちかけて救われただけっていうだけの話で、あいつが悪いんだけどね。特に痕跡はなしか。まあ同じとこにはいねえわな。あれは例の男じゃないか。何？あ、ジェスター。ジェスターだっけ。いなくならないうちに向かおう。いなくならないうちに向かおう。どうやって？またジャンプ？チェイスか？おいお前、あ、もう追いつきました。早い。一瞬で追いついた、このスピード感。あなたは？ひょっとしてあなたも窃盗団のファンなんですか？おっと、待てよ。ちょっと話が変わってきたぞ。コスプレか？コスプレってやつなのか？窃盗団にコスプレいるん？すごいな。ん？え？ファン？なんかもうサブキャラの顔してる絶対関係ないやつだな。僕窃盗団の大ファンなんですよ。あ、なんか似たような首輪つけてる。首輪じゃねえわ首輪って、うん、サイコパス出ましたね。ネックレスね、うん、みんなと似たようなネックレスつけてる、あの窃盗団の。ああ、なるほど窃盗団がここに現れたって聞いて、こうして聖地巡礼に来ちゃいました。聖地巡礼だったんだ。でも僕も行ってみてえわ、この聖地巡礼ってやつ。まあ、龍が如くシリーズもそうだし、このジャッジアイズシリーズもそうだけど、このね、ジャッジアイズの中で見てきたこの街中とか歩いてみたい。あの、君は窃盗団のメンバーじゃないわけ？違いますよ。でも結構似てるでしょ。同じアイテム揃えるの苦労したんすかな。知らんけどな。あ、そうなの。見てくださいよ、このシルバーアクセサリー。全身合わせてなんと50万。あ、そう、お金貯めたんだね、頑張って。っていうかさ、義足って言ってる割にはめちゃくちゃ金使ってんだな、あの窃盗団。なんかどっちかっていうと自分らにお金使わずに、そのね、悪人から金を取ってなんかいいことに使ってるっていうイメージだったけど、結構私利私欲を埋めてんだね。え、嘘、そんなにすんの？っていうかどんだけジャラジャラしてんだよ。いや本当に、本当は窃盗団の人たちがしてるのは桁が一つ上だったりするんで、まだ高えんだ。はあ、ちょっと怪しくなってきたね。でも憧れの人たちと同じ格好をしたいっていうファンの心理、わかるでしょ？わかるそれはすごくわかる。うん、窃盗団の連中っておしゃれで有名なの？ファッションリーダーっていうのかな。ここ最近の話ですけどね、前は普通のファーストファッションでしたから。あ、そういうイメージがあったよ、僕も。なんかその窃盗団の人たちってファーストファッションって多分言うたらユニクロとかね、ああいう感じの、ね、安い服だよね。うん、まあ安い服というか、ちょっとお値段が安い服、一緒だね、言い方が今は全身高級ブランドって感じで、やっぱり一流の人は物にもこだわるんですね。窃盗団の一流ってあるんかどうかも知らんし、窃盗団の一流は物にこだわるかどうかも知らんわ。うん、うん、まあ依頼料も結構な額だったし、金には困ってなさそうな印象だったな。最近つけ始めたアクセサリー、証拠ニュース。あ、これ証拠なんだ。はいはい、あのすいませんけど写真撮ってくれません？ユッターにアップしたいんで気持ちはわかるよ、写真撮ってほしいよね、聖地巡礼してるし、でも一人だし。あー、悪いけど忙しいからパス。写真ぐらい撮ってやれやがみ、もう別にいいじゃん。ここは空振りだったか。
占領通りの方にも行ってみるか。なんかこのサブキャラまだ出てきそうな気すんな、こいつキャラクター的に。うん、もう一回出てくんだろお前多分。これ YouTube で落ちたよ。いいだい、降り方わかんないから飛び降りちゃった。ビル5階建てぐらいのビルから飛び降りたよ今。大丈夫なんだね、すごいね八神って。うん、体力も減ってない、すごい化け物かもしれませんね。よし、じゃあまあ行きますかね、占領通りね。綾部まだ来ないのか。ふんで、ね、どうでもいいけど。あ、いるな敵、えらい遠くからも構えてんな。よいしょ、いった、カウンター、しかも失神、弱いカウンター食らっちまった。もうやめて。はい、皆さん避けてください。車の上を乗りましょうと教わりましたのでね、ショートカットです。ショートカット、全然ショートカットになってないけど、ちょっと生きりたい年頃なんですかね多分。さあこの辺だな、ここってあれだよね、サウナの近くだね。ほら待ちなさい。ノロマ警官、ノロマな警官っていう響きはもうダメだね。ん？なんだ？あ、フォックス。カムロシアターの屋上なんちゃらかんちゃら。オッケー。ぜーぜー。ま、待ちなさーい。今のは窃盗団のメンバーか？くそ、コソドロどもめ。おまわりさん、今の連中何か盗んだんですか？いいえ。あ、盗みましたよ。あなたの心をね。ああそうだよ、女性のハンドバッグを盗んだんだ。おっと待てよ、義賊って割には普通の窃盗してるっていうかひったくり。ん？え？でも彼ら例の窃盗団でしょ、悪い人からしか盗まないって聞いたけど。バカバカしい、そんなのデマだデマ。見ての通り善良な市民を狙ってひったくりをするたちの悪い犯罪者集団だよ。あ、そうなの。なんかジェスターまあ、そんなイメージなかったけど。あー、ちょっと待てよ、なんかこれ怪しいね。さっきのさ、クローだっけ、リーダーのやつ。クローンはその初めは多分その善良なね、善良なっていうかその義賊みたいなことをしてたんだろうけど、だんだんお金が欲しくなってきて、その善良な市民からひったくりするようなやつらになっていって、でジェスターはそれが嫌になって離れていったみたいなこともあんのかな。なんか漫画にありそうな展開だけど、なんだか聞いてた話と違うな。さっきの逃げた連中、カムロシアターの庭園に行くって言ってたな。そこ行ってみよう。よし、じゃあ行きますかね。行きますかねじゃねえんだよ、綾部お前いつ来んだテンダーに。なんで僕はずっとこのサブクエストやり続けてんだ。で、どこって言った？ここね。はい。まあ、行くけどね。うん。行くんだけども。はい、皆さん、避けてください。肩幅のわからない探偵が来ますよ。気をつけてください。ぶつかりますよ。本当に。前見てないんで、私。前、なんだこいつ。あ、猫のやつだ。あ、猫のはいいや。猫まだ見つけてねえからな。なんかね、猫を保護している人がいるんですよ。で、その、町中にいる野良猫を見つけたらね、写真撮って元気かどうか調べてくださいみたいなこと言ってるね変態がいてるんですよ。よいしょー、うわいわいちゃいちゃい、あ、ちょちょちょ待って待って、一斉にしてた、そうだ。よいしょー、おりゃーボケかすー。よいしょー、ちょっとスピード感なくなっちゃうねこの攻撃したらね。ちょっと一戦一旦やめようかな、次の戦いの時はね。この辺のはずだけど、あ、ここか、カムロ庭園。これどっから入るんだろう。リンガーハットなんだけどあ、リンガーハットでも食べたいな。
今食べてえな。リンガーハットいいよね。皆様のところにもありますか、リンガーハット。僕ちゃんぽんが好きでさ、美味しいよね。これ下でドローンのドローンリーグのやつやってんだよね。ここでいいのかな。カムノシアターの屋上庭園、エレベーターとかある？なさそうだな。エスカレーターか。あ、エレベーターあったあったあった。エレベーターの方が絶対早いよね。あれでも乗れねえな。ん？でもエスカレーターもここまでかな。目的地ここになってたっけ。ここじゃないのかな、入るとこ。うん、屋上庭園用のエレベーターとかが外にあんのかもしんねえな。うん、よしよし。目的地は、あ、こっちになってんな。あ、違う、逆だ。ん？どこだ？マップをね、ちゃんと見れないという。ここなんだよな。この上になってんだよな。上の行き方やっぱ絶対あるよな。屋上庭園どうやって行くの？多分ここで合ってそうな気がするんだけど。エレベーターこっち側にもある？ないね。トイレ、なんか他にもエスカレーターみたいなのあんのかな。あ、これか。いや無理だな。なんだこんな詰まり方ある？目的地に行くためだけの目的地に行けないという。ないね。どこだ？入れない。ここも押せないよね。押せない。なんだなんだなんだ、こんな止まり方嫌なんだけど。ちょっとどっから行くのよ。こっちはトイレだよね。地下から行ける？地下のエレベーターからだったら行けるとこある？いや行けないな。なんだろう、場所も違うのかな。まあ、確かに目的地の目印はここじゃなかったんだよな。乗れないね。さっきの目的地のあれから行ってみようか。リンガーハットの前ぐらいで矢印っていうかね、その目的地のあれが止まっちゃってたんだけど。いや明らかにここの上なんだよな。どうやって行くんだろう。普通にリンガーハットに入る。なんかまたケチャップ代わりにここは来させられてるおばあちゃんがいるな。かわいそうに。ケチャップと言うてたな。なんか前もあのインターネットカフェでいたんだよな。あ、ここ怪しいな。これか？あ、ここだ。あった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 。行けました。屋上へ。さあ来たよ。あ、いたね。ひったくりをしてた二人組、ここで落ち合うとか言ってたけど、左側にいるあの、青と白のジャージっぽいやつですね。お、あの服、さっきのやつらか？うぅ、さっきのはちょっとやばかった。すんげえ頭してんな、お前。
だからやめようって言ったんだ。これじゃただの泥棒じゃないか。窃盗団は義賊、悪い連中からしか盗まない。それがクローが決めたルールだろ。あ、やっぱりクローが決めたルールなんだね。うん、じゃ下の門が勝手にやってんのかな。前はそうだったかもしれないけどよ、そのルール破ったのは当のクローじゃねえか。あいつほんとダメだな。ん？何？その話ネットで見たけど本当なの？らしいぜ。フォックスが白ね。うん、ちょっと好青年な顔してんのにな。生きて頭刈り上げちゃったね。なんかどこかの大企業からライバル会社の情報を盗んでほしいって依頼があってさ、報酬にすげえ大金ちらつかされたもんだから、こりゃ断るのは損だって話になって、古参のメンバーだけで極秘にやったらしい。俺ら下っ端にはおこぼれもなしだ。それジェスターも参加したの？あ、やっぱりジェスター気になるんだね。ヒーロー的存在なのかな。まさかあの人はそんな真似しねえよ。だよね。じゃあ儲けの取り分をめぐって喧嘩別れしたってのも嘘に決まってんだろ。クローのやり方に反対して出て行ったんだ。あ、やっぱそういうことなんだ。んってことはクローとは敵になりそうな気がするね、今後ね。そんな。でもジェスターもバカだよな。貴族だなんだ言ったところで所詮は泥棒。警察に捕まったら刑務所行きには変わりはね。だったら美味しい思いできる方が得だろ。まあ、悪いことは悪いことだからね。うん、義賊もクソもねえから、金盗むっていうのは悪いこと、犯罪だからね。うん、そりゃダメなんだけど、美味しい美味しくないとかはねえな。そりゃそうだけど、他のみんなはそのこと知ってんの？最近入った連中は知らないんじゃないの？クローの嘘を真に受けて失踪したジェスターのことを心配してるし、とにかく俺らも腕を磨いておけば次にそういう話があった時にかませてもらえる。ああ、こいつらいっぱいついてんな。こいつらもまだまだ盗みは続けるぞ。あ、ちょっとマスケラは抜けたいのかな。フォックスは乗り気だけどマスケラは抜けたいんだろうね。クローが調子に乗ってると。なるほど。全員カタカナの名前すぎてよくわかんない。ついていけないよ。俺も抜けよ。自首した方がいいのかな。そうだね、もう抜けてしまえお前。ほんと、なんでこった。どうやら俺は依頼人に嘘をつかれていたらしいな。ジェスターが音信不通になったのはルールを破った窃盗団に見切りをつけたからだ。そんなジェスターをクローが探す理由、ろくなことじゃなさそうだ。ほんとだね。だからクローはそれに反対している義賊じゃないとダメだっつってるジェスターを捕まえて見せしめに何かしようとしているのかもしれないね。わかんないけど、その裏切ったという名目で何かやろうとしているかもしれないね。なんか感じ的に見てると下の人たちにはヒーローっぽいからね、ジェスターは。ルールを破ったクロー、証拠を入手。もう一度依頼人に会った方が良さそうだな。また会いに行くの？もう、まあ行こうか。あいつらどこ行った？会うんで。じゃあまたそのヒルズに行ったらいいのかな。ここであの変態仮面のなんか相談を受けましたね。変態仮面だっけ？変態30しかないかのね、パンティー博士かなんか忘れたけど、すごいインパクトでしたね。どこだっけって言ってる間にチンピラ来たな。あいつやっちまおう。はい、よいしょ。ちょっと待ってね、これ一戦のままだ。よいしょー。一戦だけどゲージを変えて、おりゃーボケかす。はい、お前もやるよ。あ、3000拾いました、ありがとう。これはカツアゲじゃないです、貴族です。貴族としての、はい、強い。これほんと強いんだよね、この技。ずっとこればっか使っちゃうからさ、ダメだね。あの他の技を見れなくなっちゃう。で、あの操作もめっちゃ楽なんだよねこれ。長押しだから。
長押しでちょうどいいタイミングで話すっていうだけなんで、操作もめっちゃ楽なのよね。なんだお前か、この野郎。はい、どうも来ましたよ、貴族が。さあ、金落とせ。金を落とすんだ。いい人に使ってもらおうね。はい、募金しましょうね。八神探偵事務所に募金しましょうね。いたお前この野郎、バカめ。夜半径強いのよ。いや、針金とかいらんから別に。金を出せ、金を。バカが。何じゃねえ。どこだっけ、ふんけん。あ、もうちょっとだった。もうちょいこっちか。あれ違うね。あれどこだ、こっちか。これクロウと戦わないといけないかもしんないね、もしかしたら。なんかそんな感じせん。あ、この辺使ってないよね、この無限のアイテム。これはもらいもんなんだけどね。そのゲームを買う時のあれで、ね、ついてたやつなんだけど、使わないようにしてたけど、ちょっとクロウとかなら使ってもいいかもね。でチンピラいいんじゃん。よう、お前ら。ちょっと待てよ。ちょっと待てよ。ちょっと、ちょ、待てって。ちょ、待てよ。よし。ちょっと待てよ。ちょっと待ってね。あれ変えたい。よいしょ。演武にしまーす。こっちはね、派手なんだよね。集団戦と戦うときは、この演武ってやつを使うんだけど、これ派手なのよ。戦い方はね。よいしょ、オッケー。で、ちょっと一回使ってみようか。火の玉を撃てるようになる不思議な戦略。爆発を起こせる。爆発しましょう。E だね。オッケー。使いましょう。さあ、使ったよ。どうなる？E ね。よいしょ。うわ、すごーい！あ、強ーい！これはダメだ。これはチートだ。一線から演武は一発で切り替えられるの。そうそうそう、キーボードの C ボタンで入れ替えられるみたいだね。ちょっとクロウがいたら使おうかな。逆だったか。こっちからだね。そこ登るんだ、すごいね。八神ほんとすごいな。今なんかやってたね。あ、セットンダーのファン絶対いるな、あいつ。あ、ジェスターと間違えられて捕まったんじゃね。てめえ何のマネだ。そんな仮面してるからジェスターだと思ったら全然別人じゃねえか。紛らわしいんだよ、ボケ。ヒヒー、ごめんなさい。そもそもジェスターはそんなにアクセジャラジャラさせてなかったっつーの。っていうか、お前らアクセサリーすごいね。あ、そうだ、俺らがそれもらってやろうよ。そしたらもっと寝るんじゃねえか。ギャハハハハハ。こいつらひでえな。あいつら一体何を。おい、やめろ。ち、邪魔が入ったかしょうがねえ。こいつも一緒にやっちまえ。はい、来ましたね。こういう、不埒なやつらにはアイテムです。瞬時に敵に大ダメージを与える不思議な戦略だけど、これ5秒しか使えないね。攻撃が炎の力を持つようになる不思議な戦略。なるほど。 E で裁きの光が降り注ぐ不思議な戦略ですね。裁きの光降り注ぎましょう、こんなやつらにはね。こう、うわ、強い。はい、チート。こんな一瞬で終わらせてしまいましたね。痙攣してたね、今ね。なあ、君はセットダーのファンの、大丈夫か。はあ、はい。一体何があったんだ。それが、セットダーの人たちを見つけたので握手してもらおうと近づいたら、いきなり。なんで握手してもらおうと思ったんや。
犯罪者やからね。うん、八神さん、あんた来るタイミングが悪いよ。出た、クロウ。なあ。クロウ、これはどういうことな。ちょっとした手違いだよ。そんなことよりチェスターも見つかったの？いや、まだだ。なんだ、殺人の裁判で無罪の証拠を集めた探偵って評判になってたけど、聞いてたほどじゃないんだね。有名なんだね、この話。まあ、テレビになってたもんね、ニュースとかね。そりゃこっちのセリフだ。窃盗団が義賊だって？笑わせんな。行方不明の仲間を心配して探してるって言ってたのは嘘だな。怖いね、その顔。でも、一体何を根拠にそんなことを？証拠ならある。最近つけ始めたアクセサリー、ルールを破ったクローン。あ、これ言っちゃったら、あの下の子たち締められるかもしれないよね。でもまあこれだよな。突きつける。あんた悪人からしか盗まないっていう窃盗団のルール、破ったらしいな。ああ？何それ？うまい儲け話があったんだろ？それで金に目がくらんで乗ってしまった。何のことかわかんないよ。俺ら貧乏人には金なんて縁がないってば。まあ、言ってることはなんかもしかしたら違うのかなって思うけど、貧乏人はそんなジャラジャラつけねえよな。いちいち指摘するのもバカらしいけど、これだね。突きつける。そのアクセサリー、高いんだってね。それをそれだけの数、庶民には買えないでしょ。さすがは探偵さん、目ざといね。目ざとくねえ、そんなにつけてたら素人でもわかる。バカなのかな、このカラスの仮面野郎。ジェスターを探してた本当の理由は何だ？別に。ただ次の仕事を手伝ってもらおうと思ってさ。利用しようと思ってたんだ。町の信用金庫の現金輸送車を襲う？銀行強盗やん。やば。傑作なことに依頼人はそこの支店長だ。何この時代っていうかこの国。ひどい町。さすがカムロ町。ん？何？資金繰りに失敗したことを隠すため強盗に遭ったことにしたいんだと。ああ、なるほど。なるほどじゃねえ。俺らが盗んだ金をそのまま返せば保険で戻る分と合わせて倍になるって寸法だ。なるほどね。銀行で盗んだお金をその不法になくなった金が戻る保険に入ってるのかな。うん。だからまあ、仮に1億盗んだとしたら、1億充当されると。保険で当てられて1億入ってくる。でそのお金も返せば2億になる、手元がね。で、資金繰りに失敗した分の金に当てるみたいなことか。なるほどね。なるほどじゃねえ。まあ、おとなしく返してやる義理はないけどな。追い詰められた人間ってのはほんとバカだね。狂言強盗に加えて契約不履行の詐欺か。おお、弁護士っぽいこと言ってる。チンピラだけど。窃盗団のルールはどこに行った？はじめはさ、俺らも一丁前に社会役を断罪するとか、大層な目標を掲げてたんだ。闇サイトで仲間募って計画立てて、でもいざ決行となると腰が引ける。そんなふかしてるだけのガキだったんだ俺らは。あいつが入ってくるまでは。ああか、ジェスター。ジェスターか。ああ、あいつはすげえよ。頭も良くて行動力もあって、あいつの立てた計画のおかげで俺ら窃盗団は本物のスターになったんだ。スターではない。だが欲に目がくらんだお前に愛想を尽かし、ジェスターは窃盗団を抜けたか。あいつはあくまでも社会悪の断罪にこだわってた。俺ら自身が悪になるわけにはいかないってね。だけどそれじゃジェスターを見つけたところで手伝ってもらうってのはもう無理なんじゃない？わからないよ。こんだけ稼いでるのを目の当たりにすれば少しは心が揺らいでもおかしくない。まあ言ってることはわかるけど、それで目がくるまんかな。目がくるまん、目がくらまないから貴族じゃないといけねえって言って言い続けてんじゃね。で、あの相手のクロウのさ動きちょっと見て、みんな。もうそろそろ来るから。おお、何この気持ち悪い、この動き。もう一回見て。もうそろそろ来るよ。あ、気持ち悪い、何あの動き。もし断られたら、そん時は下手に邪魔される前に始末するしかないね。悪い顔してんな。なるほど、初めからそのつもりだったのか。ってことはまさか俺も。
ここまで知っちまったんだ。今度はあんたの口を塞がないとな。うわ、なんか AV みたいなこと言ってる。 AV は AV です。上等だ。俺にただ働きさせといて、そっちこそただで済むと思うなよ。ただ働きさせといて、ただで済むと思うなよ。うん、ただという括り、ですね、使いましょうね、こういう極悪人にはね。チート使いましょう。エンカウンターに絡まれなくなる戦略とかもあるんだね。あ、違う、ここはあれだ、無限じゃなかった。危ねえ。無限使いましょうね、せっかくだから。体力が徐々に回復する不思議な戦略。あー、なるほど。一定時間死なない不思議な戦略。なるほど。ちょっとこの体力が徐々に回復する不思議な戦略使って普通に戦ってみようかな。うん、よし。じゃあ早速、何今の、あ、今ので使えたってこと。何今のダンス。うつえ、クロー。あ、クロー強え。ちょっと待って、強えぞ。でも体力は回復している。オッケー、よいしょ。ちょっと待ってね、一斉にした方がいいな、これ一人だから。よいしょ。ちょっと待ってね。うわー、待て、見てなかった。いでででで、でよいしょ。あ、強えな、こいつ。ちょっと待ってね。一線が。あ、よっしゃ、変えた。いでで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 。EX アクション、遅かったん。いって。このバーカが。ダーホ。よーし。まあ、まだ体力回復してるからね。ゆっくり行きましょうね。お、やっぱ一線強いな。よいしょ、はっけい。あー、はっけい、逃げられた。やっぱ強い敵は逃げるんだな。ういてて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 。あ、ダメだ、当たんねえ、うまいこと。あ、ダメだ、いなされるな。ちょっと待ってね、ブーストしよう。ブーストしたらね、強くなるんだよ。ひるまなくなるんでね、今のうちにもうバチボコにします。もう回復も切れてくるね。よっしゃ、もう倒せるね。オッケー、よっしゃー、倒しました。ちょっと EX アクション見たかったけど、ごめんね、普通に倒しちゃった。アクションしたかったね。くそ、これ以上罪を重ねる前に窃盗団は解散した方がいい。義賊だっていう窃盗団の理念を信じてついてきた仲間を裏切ったこと、きちんと詫びるんだ。絶対やめねえよな、こいつ。分かったよ。正義のヒーローごっこはこれで本当におしまいだ。絶対思ってないと思うな。人間ってね、欲に一回浸かるともうね、生活水準上がっちゃうと下げれないからね、なかなかね。一回こんな楽してお金儲けることを覚えてしまうとなかなかね。何このいい雰囲気の空気。なんか本当に構成したような雰囲気出してる、八神さん。ん？ん？もしあいつに会ったら、もしまだ正義の味方を続けてるようなら、一人で無理するんじゃねえぞって伝えてくれないか。あー、ごめんね、ちょっと今騙された感じになっちゃうけど、騙されるね僕は。もともと九郎もさ、そのこの窃盗団を始めるとき義賊として立ち上げたわけじゃん。もともとは九郎自身がそういうルールで立ち上げたわけでしょ。そこにジェスターが入ってきた。で、まあジェスターが入ってきてなんじゃかんじゃってあって、すごいスターみたいになったっていう話だったけど、もともと九郎の信念自体もその義賊的なから始まってるわけだから、うん、根は悪くないやつなのかもしれないねって思っちゃうよね、すぐに。騙されやすい。どういうこと？なんかちょっと行き過ぎなんだよあいつ。どうしてあんなに不正を嫌うのかってくらいでさ、過去に何かあったのかもしれないけど、俺たちには何も話してくれなかったから。ああ、分かったよ。未来には約束通りの額を振り込んどく。それじゃ。結局ジェスターって男には会えなかったけど、仮面の下の素顔のことちょっとは分かった気がするな。本当？僕全然分かってない。バーテンダーで依頼が受注できるようになりました。なるほど。
テンダーでも受注できるし、事務所でも受注で、今話してるでしょ、うっせえな電話。受注できるし、弁護士事務所でも事務、あれね、弁護士事務所ってあっちね、あっちです。はい。受注できるようになったってことな。うっせえな、これなんだ。音呼びだ。もしもし。あやべだ。テンダーのマスターに言われて電話してる。かっこいいなぁ。お、あのマスター、ちゃんと綾部に取り付いてくれたんだな。なんか用だって？なんもないです。また欲しい情報があるんだ。あ、そうだった。あるんだよな。あるよ。もう紹介サービス終わったぞ。わかった。いくらかかるか、ネタによるかな。はい。そのネタ、あんた、海藤さんには20万だって言ってたらしい。あ？1年前、松金組が強盗に1億やられたろ。事件のその後が知りたいんだ。俺がその情報20万って言ったのか。そう聞いたよ。なら鮮度が落ちて今は10万ってことだ。安くなったらっきーいいのか。情報量は適当に決めてるわけじゃない。俺なりの計算式があるんだよ。絶対適当だよね。明日お前んとこの事務所に行く。金は用意しとけよ。わかった。金は用意しとけよってね。いやー、かっこいいよね、あやべっち。好きだわ。じゃあ、事務所に帰ればいいのかな。うん、八神探偵事務所に戻るってなってるね。ちょっと前にチンピラいんな、あれ。サブクエスト、なんかある。あ、これあるな、サブクエスト。これちょっと行ってみっか。ちょっとね、事務所変える前に。事務所変えると多分話進んじゃいそうなので、ストーリー進める前に、ちょっとサブクエストもやっときたいね。まあ、サブクエストね、いろんな種類があって、一瞬で終わるやつとかもあるし、長くかかるやつとかもあるから、この辺はちょっと様子見持ってたな。配信外でもやるかもしんないしね。あれか？なんかいるね。ストリートミュージシャンいいんじゃん。なんかユイみたいな。ギターがでかい感じね。いいですよ。見る。君らしくないよ。あ、これすぐわかったわ、このメロディあ、いいね、いい歌だね。うん、素敵な歌。あ、いい歌ですね。はい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 。まあ弾き語りのメロディの付け方ってね。夢の途中でした。夢の途中なんだ。ご清聴ありがとうございました。いいえ。さあなちゃん応援隊いるんだ、すごいな。親衛隊だね。神って書いてる。え、待って、いや神はいい、まだまだ神はいい。真ん中のやつ、サナ命っていう T シャツ着てるし、右のやつ見て、顔写真がついてる T シャツ着てる。やべえこいつら、本物だ、本物のやつらだ。これ逆らっちゃダメなやつね。うん、三重詩ですかね、多分。サナちゃん、新曲もすごく良かったよ。うわ、気持ち悪いこいつ、ジャケット姿のファン。太ったファン。サナちゃんの思いがこもってる感じがして、グッときたよ。やばいこいつも。サナちゃんの歌は最高だぜ。チンピラ風のファン。いや、お前チンピラだな。太田さん、北村さん、綱渡さん。あ、すごい、名前覚えてんだ。応援ありがとうございます。太田、北村、綱渡。覚えとこう。あ、僕 CD 買います。あ、これが太田ね。あ、北村これね。俺も2枚めっちゃいいやつ、保存用と聞く用ね。じゃあ僕は3枚。ああ、なるほど。あれだね、宣伝用もう1枚増えるんだね、そこに。あ、なるほど、本物だ。ありがとうございます。いつもありがとうございます。 CD か、歌ってんな。邪魔していいのかな。でもサナと話すって書いてんな。サナ喋るよ。ごめん邪魔して。私の歌聞いてくれたんですね、ありがとうございます。1枚1500円、買っていくか。うわ、どうしよう、後で10万払わなきゃいけないんだけど。
まあ、買っとくか、せっかくだから。1枚もらえますか。嬉しいな。わあ、かわいい。動きがかわいい。まあ、買ってくれるんですか。嬉しいです。これ、12月だったよね。首寒い。首を冷やすな、ミュージシャンが。マフラー負け、お前は。サナの CD、証拠なんだ。証拠になるんだね。よろしくお願いします。私はいつもここで歌ってます。気に入ったらまたいらしてください。夢の途中、あ、サイドケースだね。まあ今後またなりそうだね。うん、サイドケースこれだね。機会があったらサナと話す。路上ミュージシャンのサナちゃんがまたどこかで会えるか。あの、違うか。あ、これは違うね。うん、そうだね。うん、これはこっちのあれだね。チャプター3の方のステージのあれだね。なるほど。ありがとう、サナちゃん。すごいな、こいつな。大歌と綱渡りと、なんちゃら。もう速攻忘れてる。他にサイドケースあるかな。この、なんかフレンドのやつはお店の中のやつだね。このね、手をつないだような、みんなちょっと見えづらいと思うんだけど、手をつないだような握手してるようなマークのやつは、食べ物屋さんとかで、その何て言うんだろう、そこの食べ物全部食べたりとかするとフレンドっていうかね、なんかゲージがたまるんですよ。でそのゲージがたまる満タンになると、こういうそのお店の前とかで喧嘩をするとするじゃん。だからお店の人がなんかアイテムくれたりとか手伝ってくれたりとかするんだよね。うん、結構いいブレンドですね。ちょっとサブクエスト他なさそうだね。なんか依頼受けないとダメなのかもしんないね。そうだね、依頼受けてみようか。せっかくだから、あ、そうそう、思い出そうと思ってたの、源田法律事務所でしたね。近いからちょっと行ってみようか。沙織さんがもしかしたらお仕事くれるかもしんない。ついでに、まあいいか。ご飯はまあまだあるから。また、ご飯の買い出しとかは、裏でやっときますね。沙織さん、仕事くれよ。八神さん、何の用でしょう。仕事ある？沙織さん、仕事ある？仕事ですか。今はこんな感じです。めっちゃあるじゃん。幽霊の捕獲依頼。あ、このハテナっていうのはメインストーリーの進行によって出てくるみたいだね。町の評判レベル40以上。30以上。20以上。なるほど。この町の評判っていうのも、町中にあるサブクエストをクリアすると評判っていうのが上がるんだって。あと、その、食べ物屋さんでご飯食べたりとかするとね。だから、この街の評判レベル20以上がないと、ここは解放されないっぽいね。多分ね、でもこのサブクエストをこなしても、もらえそう。ポイントがね。来月から住む予定のアパートに幽霊が出るという噂を聞いたんですが、契約するときはそんな話全く聞いてなかったんです。どうか幽霊を捕まえて幽霊物件だと証明してください。夜になったらホテルニューデボラ1階のクアドンラガーデンに来てください。ハートのマークが書かれたパーカーを着て待ってます。なるほど。ちょうど夜なんだよね、今。ストーリー気になるけど、ちょっと行ってみようかな。幽霊の捕獲依頼。行けましょう。初めてかな？あ、2回目か。そうだね。浮気調査依頼1回やってるもんね。頑張ってください。はーい、行ってきまーす。沙織さん、ありがとう。沙織さん、かわいいよね。前髪切った方がいいけどね。あ、そうだ。これね、源田法律事務所、こっから降りれんだよ。そうそう。たまたまね、源田法律事務所出るときに走ってビャーって出てったら、間違って飛び降りちゃって。飛び降りれるじゃんってなったんだよね。めっちゃ近いわ。うん。よし、じゃあ行こうか。やばい、光る。こっちから行った方が早いね。ホテルニューデボラかなんかって書いてあったね。デボラじゃないか。よいしょ。
ここだね。これだね。ホテルニューデポラ。ハートのマークがついたパーカー着てるとか言ってたね。あ、いたーごめん、声でかくなっちゃった。あまりにもやったから、声でかくなっちゃった。いたね。ハートのマークで。やべえやついんなえ、なにこれ。まあ、どうしよう。何？何か困ってるみたいだな。あの、どうかしたんですか？すいません。助けてくだ、ん？これって依頼じゃないっぽいぞ、なんか。また別のサブクエスト始まってんな、これ、多分。Where is the restroom? あ、トイレ貸してって。外国の人か。日常会話ぐらいならできるし、代わりに話を聞いてあげよう。トイレの位置を聞いてるみたいですよ。あ、そうか。八神探偵、弁護士やってたから、頭はいいんだったね、そういえばね。頭は。うん。あ、それならお店の外です。英語だと。It's outside of this cafe. Okay, thank you for the kind Saturday. なんだ今の、OK みたいな感じ。腹立つ。うん、拙い英語だけどなんとかなってよかった。お客様すいません。聞いたことない単語でびっくりしちゃって。トイレはウォータークローゼットって覚えていたので。そうなんだ。ウォータークローゼットってトイレなの？あ、レストルームっていうイメージが僕あるから分かんなかったかと。逆にこのウォータークローゼットって知らねえわ。単語を知ってるってことは英語は苦手ってわけじゃないのかな。いえ、好きなんですが、英語を始めたばかりで、だから勉強のためにここでバイトしてるんです。なるほど、英語を勉強したくて、海外の方がたくさん来るお店で、バイトをしていると。なんていい子なんだ、好き。そうだったんだ。学生さん？うん。はい、大学生です。私、卒業したら海外で働きたいと思ってるんです。あ、美味しそう、ドーナツ。それで実践的な場で英語を勉強したいと思ってホテルで働き始めたんです。わあ、賢いね。ホテルなら外国からのお客様も多いですし。なるほどね。どういうこと？まあ、頑張ってよ。あ、ほんとだ。WC、ウォータークローゼット。あ、ほんとだ。すげえ。すげえ。ここカットしますね。すごいから。うん、僕が言ったことに後でします。知ってますか？生配信のアーカイブはカットできますからね。僕いつもしてないけど、生配信のアーカイブも実は編集できるんですよ。あの、動画にするわけじゃなくて、ちゃんと生配信のアーカイブ編集することができるんですよ。知ってましたか？ははははありがとうございました。はい、今日はありがとうございました。そうだ、お名前を聞いてもいいですか？八神だ。八神だ、よろしく。私は真田楓です。よろしくお願いします。これあれだね。やっぱりサブクエスト別のやつだね。別のサブクエが始まっちゃった。フレンドイベント。あ、フレンドイベントだ。そのお店の中のやつだね。イベントの。はい。またのご来店お待ちしております。いい顔だね。ああ、ちょっとたまったね。なるほど。で、こいつ別か。なんか書いてんな。ゆかこ命。さっきなんかサナ命だったけど、今回ユカコ命になったね。うん。なんだこいつ、やべえ顔してんな。話しましょう。あの、すいません。依頼人の島津さんでしょうか。私は探偵の八神というものですが。はい。はい、じゃねえよ。その服着たまま、はいって言える顔すんな。島津守です。八神さんお待ちしてました。なんだ不気味だな。では早速ですが、仕事内容について聞かせていただけますか？ちょっとホラー感あるわ。怖えわ、なんか。あ、幽霊調査か。ある意味ホラーか。それでご用件は？それが、その、幽霊を捕まえてほしいんです。まっすぐな目をしてよくわからんこと言うな。幽霊よく捕まえに行くけど、僕も。え？あ？どういうことでしょう？実は来月からあるアパートに入居する予定なんですが、その部屋で出るらしいんですよ、幽霊が。噂か何かを聞いたんですか？はい。はい。
先日隣の部屋の人に入居前のご挨拶をしに伺ったんですが、その時に聞いたんです。なんか変なパーカー着てる割にはこいつまともな喋り方だね。意外に大人だね、なんか。うん。でも変なパーカー着てるけどね。誰もいないはずの部屋から女の不気味なすすり泣きの声が聞こえるって、僕ね毎晩ぐらい聞いてますよ、ホラーゲームという状況で。ん？女の人の？それだけじゃないんです。廊下で黒髪の白い服を着た女を見たそうなんです、うん、それもよく見る僕はね。その人怖くなって調べたそうですが、そんな女の人は住んでいないと分かったそうです。へえ、それは薄気味悪いですね。ちなみに事故物件の場合、借りるときに業者には告知の義務があるはずですが、特に何も言われませんでしたね。そうですか。実は僕、そのアパートで彼女と同棲を始める予定なんです。あ、そうなんだ。それは困るね。彼女と同棲始める家で幽霊の話とかね、聞こえててきたら、ちょっと不安だよね。遠距離恋愛だったんですが、彼女が仕事を辞めて、ようやくこっちに来てくれることになって。そうなんだ。まあ、その辺の話どうでもいいけどね。リア充しねって感じだし。その物件のことも二人で見て気に入って、ちょっと高いですけど、住むって決めて。ゆかこって言うんです。ああ、待って、こいつ、彼女の名前入った T シャツは、じゃあパーカー着てんの。T シャツって言いそうになったけど、さっきのやつらのサナ命の T シャツもすごいインパクト強かったけど、彼女の名前入ったパーカー着てるのゆかこ命、なんだこいつやべえな。ほらほら、すっごい美人でしょ。まあいろんなタイプを好きっていう人がいるから、そのね、一概に僕が美人とかブサイクとかって決めれるわけではないから、そうだね、この人にとっての美人なんだろうね。ちょっと暗くなっちゃった。そうですね、しかし噂が本当ならそうですねってすごい流したな。うん、本当に思ってる？彼女さんと住むわけにはいかないですね。え？え？住むに決まってるじゃないですか。ん？ん？住むんですか？だって事故物件だと証明できたら家賃下げの交渉ができるでしょ。あ、これなんかちょっと怪しい匂いしてきたね。家賃下げてほしいんだ。なるほど。まあ家賃は安い方がいいよね、そりゃ。いやあなたはいいとして、彼女さんは嫌がるのでは？幽霊が出る物件だからね。はは、大丈夫ですよ。はは、大丈夫ですよ。彼女霊感とかないから見えないですって。見える見えないの話なのかな、それは分かんないけど。そうですか、そういう問題なんですね。まあ、確かに僕もホラーゲーいっぱいやってて、結構ホラーとか強いんですかみたいな感じに思われるんだけど、僕も幽霊自体を信じてないので、ね、あれなんだよ、あんま怖くないんだよね、そういう点では。ホラゲー実況者ホラー怖くないっていうか、幽霊信じてないっていうと、なんかいろいろね問題がありそう。スルーしましょう。で、私は何をすれば？八神さんにはアパートが本当に幽霊物件かどうか調べてほしいんです。わかりました、やってみましょう。調査料金は8万円でよろしいですね。結構大金なんだよね。お願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ大家さんに連絡しとくんで、電話しとくんで、泊まる準備をしておいてください。泊まりなの？え、泊まる？そりゃそうですよ、一泊でもしてみないと幽霊だって出てくれないでしょ。いや、それはどうかわからんけど、まあまあとりあえずやってみましょう。泊まりか、幽霊調査。なるほど、あれかな、ゴーストライティングとか持っていかないといけないパターンのやつかな。島津さん、お待たせしました。あ、ちょうど長谷川さんも来たみたいです。大家さんです。あ、大家さんね。島津さん、あなたもしつこい人だね。幽霊なんて出ないって言ってるでしょ。それを確かめてもらうために彼を呼んだんです。呼ばれました。ん？何あんた、霊能者？いえ、探偵の矢神です。はあ、探偵さん、そりゃいい。幽霊騒動なんてパパッと解決しちゃってよ。幽霊の正体見たり、枯れ尾花ってね、幽霊の正体見たり枯れ尾花ね、
枯れた雄花を見て幽霊だって思っちゃってたみたいなやつですよね、確かね、うん、あのところで、あの部屋、過去に人が死んだなどそういった事実はありませんか？ないよ、そんなの。リノベーション物件だし、その前は新宿からずっと空きテナント。どういうこと？あの枯れた雄花は、お花ね、枯れたお花とかを見て幽霊に見えちゃったみたいなことだよね、うん、幽霊ではない。調べるまでもなく幽霊なんて出ようがないでしょ。確かにね、聞いての話だと出ようがないな、うん、それは調査してから結論を出すつもりです。大変だね、探偵って職業も。ほら鍵、あんた今夜泊まるんだろ。嫌なんですけどね。なんで泊まらないといけないのかわからないんですけどね。なんでか泊まらないといけません。大変だと思いません？探偵どうも。電気と水道は使えるようにしておいてから。めちゃめちゃ優しい大家さん。さて気は向かないが部屋を見てみるか。結構長くなりそうだね、このサブクエスト。部屋来たね。何もないな。入居前なんで当たり前だが。うわあ、なんかちょっとホラゲ感あるじゃん。手持ち無沙汰だし部屋を調べてみるか。そうだね。幽霊なんて本当に出るのか。幽霊の正体見たり、枯れ尾花か。あー、このパターンね。部屋に誰かが侵入した形跡やおかしなところがないか調べてみよう。立ちなってますね。ここの鍵はちゃんと閉まってるみたいだ。こっちの窓からの侵入は無理そう。なるほど。こう見ていくと、こういうふうに調べるっていうマークが出るので、その調べるっていうマークが出たところを調べていきます。怪しいな。なんかあったね。何？お、気抜けた声だね。これは、女物のイヤリングか。なんでこんなものが。浮気してたでしょ、あんたって言わすためにイヤリングを落としていったのかな。これわざと障子取ってんだよね。ん？こっちもあるな。こっちの窓の鍵はしっかりと閉まっている。なるほど。ここから誰かが侵入したってことはない。なんかね、部屋の移動できるっぽいんで、ちょっと部屋の移動もしてみましょうか。ここだ。こっちも見れるね。これは。ここ調べれる。玄関の鍵も大家さんが開けるまで閉まっていたはずだ。入居前に部屋に侵入する意味もないしな。確かにね。まあ、ちょっと思ったのは、その一緒に住もうとしている彼女がなんかあんのかなとは思ったけど。水滴が落ちている。元栓は開いているみたいだな。水も乾いていないし、水垢もある。大家さんは電気と水道は使えるようにしておいたと言っていたが、頻繁に使用しているようにも見えるの。誰かやっぱいるってことか。なんか不老者的なもんが勝手に住んでるとかはないのかな。使われてる形跡があるってことね。この窓開かないな。鍵もないし、ここからは侵入できそうにないが。なるほど、はめ殺しされてる窓。調査完了になりましたね。一応他の部屋も見とこうかな。この2部屋だけか。なるほど。じゃあまあまあいいでしょう。調査をやめる。どこだ。イヤリングに頻繁に水を使っている痕跡か。どういうことな。今はまだ何とも言えないな。手持ち無沙汰だし休むか。休みましょう。ドアが開いたね。何の音だ。おー、いるー。こわー。こわー、こいつ、こわー。こわー。まあこのゲームに限ってそんなことないだろうけど、こわー。あ、女の方が言ってるわ。って幽霊驚いちゃったの、マキ。逃げたな。今のは幽霊じゃないよな。足がついてたし。追いかけないと。ああ、チェイスだ。幽霊のチェイス。これちょっと一緒に住むって言ってた彼女、怪しくなってきたね。ああ、チェイスだよ。ちょ待てよ、出ましたね今。
あーほらもう超待てように響きすぎて、あの避けんの忘れてた。しつこいわよって言ってんな。へい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 、諦めねえよ。いやいやいや、ちょっと待てよ。あー、いってー、やべえ、これまともに追いかけれないや、あいつも。あ、どこ行ったあいつ、早いな。うい、諦めねえつってんだろ。これね、自分で操作できるわ、ここも。幽霊って書いてあるね、左の上ね。チンピラいるんだけど。お、捕まえた？タダコっぽいの捕まえました。幽霊を捕まえるチェイス完了。幽霊じゃないけどね。はあはあはあ、ちょっとあんた何？探偵だ。あんたこそあの部屋で何してたんだ？なあ、このイヤリングあんたのだろ？落としたのに気づかなかったか？顔見せろお前。答えた方が身のためだ。住居不法侵入で警察呼んだっていいんだから。笑ってる。うん、あなたこういう言葉を知らない？死人に口なし。うまいこと言ってる風に言ってるけど、茹でてない。はい、やれやれ、黙秘するってわけか。仕方ない、島津さんと大家さんを呼ぶか。もしもし、八神さん、どうしたんですか？どうしたもクソもねえよ。夜分遅くにすみません、捕まえましたよ、例の幽霊。ええー、やっぱりいたんですか？手が捕まえたんですか？ただ黙り込んじゃって。すみませんが、来てもらえますか？あと大家さんも呼んでもらえます？わかりました、大家さんとすぐに向かいます。来たね、ゆか子命。お前外出時はずっとそのパーカーなんか。八神さんって呼ぶな、うっせえから。そいつが幽霊ですか？おいおい、今時の幽霊は足があるのか？あ、え、あれ、もしかして、あ、やっぱりゆか子シリーズじゃない、シリーズってなんだ、ゆか子パターン。ん、ゆか子、僕の彼女ですよ、秋田にいるはずの。秋田にいたんだ。秋田美人。うん、秋田美人といえば誰かいますよね。うん、誰だっけ、渡部さんの元奥さん、元なのかわかんないけど。でも髪型がバカね、ウィークよ、バカねって。守る命。ちょっとゆか子、お前どういうことだ？そのパーカーもどういうことだ？お前ら二人とも黙ってんじゃねえぞ。なあなあ、ゆか子さん、どういうことか説明してくれる？だってあの部屋家賃が高いんだもん。幽霊の出る物件だって証明できたら家賃を下げられるでしょ。お前もか、まさかそのために。うんうん、うんじゃねえよ。少しでもダーリン、守の負担を減らしてあげようってそう思ったの。だからちょっと早めに上京してきたのよ。あはははは、じゃねえ、この鼻くそぼくろ。呆れたな、わざわざそんなことで。ゆかこ、お前ってやつ。これ絶対怒ってない、絶対喜んでる、変態だもん。だってメロちゃん、メロちゃんって言った今。僕のためにそこまでしてくれるなんて、なんていい子なんだ、かわいい。メロンちゃんってどういうこと？まあ、守るじゃねえのよ。私の可愛いダーニー、あなたのためなら死ねるわ。ゆかこ、愛してるよ、シュガー。もうムカつくな。血が二人を分かつまねえ。愛してるわ。いいえ、たとえ死神だろうと、私たちを引き裂けないわ。なあ。あんたらその辺にしといてくれ。ところで、鍵はどうしたんだ？廊下のガスメーターのところに隠してあったから合鍵を作っておいたの。あ、やべえな、犯罪者だな。あー、入居前だとよく置いてありますね。島津さん、あなたも今回のこと知らなかったんですか？うん、
うん、ダーリンには話してないわ。まさか探偵を雇うなんて思わなかったけど。話してくれてもよかったのに。マモフーじゃないのよ。だってだってこんな悪いことにあなたを巻き込みたくなかったから悪いことって分かってんだね。ゆうかごじゃないのよ。僕のいちごちゃん、僕のためにそこまで考えてくれてたなんて。なんか甘そうな果物の名前をいっぱい言ってる。ふたりさん、お取り込み中悪いが一つ問題が。入居前のことですし、ゆかこさんの行いは不法侵入に該当する恐れがあります。え？え？だから巻きも守るを巻き込みたくなかったのに。まあ大家さんがどうするか次第ですが。大家さんもびっくりよね。こんなこと経験したこともないだろうしね。長谷川さん、なんだら狂ってやがるのが、まあ狂ってるしかないよね。こんなパーカー着てる二人組。いえ、狂おしき愛です。うん、狂ってるね。何よ、狂ってるのは世界の方よ。こんな家賃が相場なんておかしい。うん、狂ってるね。島津さん、あんたらを訴えるつもりはない。あ、いい人だけど、あの部屋に入れるわけにはいかない。え、でも契約が、用意契約って言えたな。そんなの関係あるか。散々事故物件だと騒いで探偵まで雇って、挙句家賃を下げるために不法侵入まで。誰が貸すかってんだ。いや、そりゃそうだよね。あ、長谷川さんは間違いない。あはー、さてはあなた、ラブラブな僕らに嫉妬してますね。もうやめとけ、します。本当に守る、やめとけ。島津さん、その辺にしときましょう。長谷川さんが考えを変えて訴えを起こす前に。守るー。まあいいんじゃない。どういうことだい、パインちゃん。まあ何でもいいわ、もうよくわからんけど。もっとデンジャラスな事故物件を探しましょう。二人のデンジャラスな愛があれば幽霊なんて怖くない。ゆうかこー、ゆうかこー、そうだね、生きてるって素晴らしい。ゆうかこー、切り替え早いですね。なんて人騒がせなカップルなんだ。もう二度と関わりたくない。同感です。なんだこいつら、サイドケースひでえな。でも8万円もらいました。じゃあそろそろメインストーリー戻ってみますかね。ちょっとサイドケースばっかりやってると、あの本当にストーリー進まなくなっちゃうから。そうだね、ちょっとでも面白かったね。遊郭、あ、待って、夢の途中ここにある。これあれだな、サナさん、あれだわ、あの恋人系のやつだわ。多分付き合えるか付き合えないかみたいなやつになってくるパターンだね。どうもストリートミュージシャンと恋愛か。なるほど。ちょっとやっていいですか、せっかくだから。なんか夜しかダメとかもありそうだしね。近いんだよ、この辺なんだよな。こっちか。なんでこんなところで。お店の中っぽいか。ん？あれ？テンダーか？テンダーだな。あ、違うわ。このサイドケースあれだ。あ、違うな。テンダーだな。そういえば僕お金もらいに来るの忘れてたと思ってたんだよ。で、あそこにサナさんいるわ。ちょっとお金先もらおう。さっきの黒のやつね。よう、ダーボ。仕事の話か。今はこんな感じだな。あれ違うよ、お金。あ、でもお金もらったってことになってるのか。そうだね、終わってるもんね。芸能界のお仕事ですとかあるよ。葉山美咲、芸能関係のお仕事です。うちの事務所の人間があるトラブルに巻き込まれており、解決のために力を貸していただきたいのです。事務所に伺えない事情があるためお手数ですが、劇場前広場のホテルニューデボラ6階に来ていただけますか。ホテルに呼ばれたね。え、すげえや。1、10、100、1000、14万円、高えな。また夕方以降は都合がつかないため大変申し訳ありませんが、昼の間にお越しいただけるでしょうか。ということで、今夜なので行けませんね。厄介な猫の捜索。え、40万なんだけど。何この金額、やばくない。え、ある猫を探してほしい。とても大切な猫だが、どうしても捕まえられない。どんな手を使っても捕まえてほしい。なお、この依頼の内容が外部に漏れた場合、貴殿の身に大きな危険が降りかかる恐れがある。くれぐれも他言は無用でお願いしたい。占領通りにある占領第3ビルの屋上に一人で来てほしい。満足家族という居酒屋があるビル。まあ、これも昼間で行けそうだね。
まあこの辺はまた今度だな。あ、ストーリー進めて昼になったら行きましょうかね。でも金額高いね、すごいね。じゃあサナさんに声かけましょう。あれ、あなたは、うん、君は確か、キャバの子だっけ。失礼。いや失礼じゃないけど、うん、キャバクラ行ってるってことになってくるからね。セールスかなんかが路上で歌ってた子ね。わあ、でもセールスかなんか言いてえな。キャバの子だっけ、言いてえな。まあちょっとね、不安な感じになりそうだから。路上で歌ってた子だよね。はい、はい、三浜さなです。私の CD 買ってくれた人ですよね。うん、まだ聞いてないけどね。覚えてるんだ。はい、すごく嬉しいかな。買ってくれた人は自然と覚えちゃうんです。そうだね、綱渡りさんとなんだっけ、もうあと2人忘れちゃった。あの、名前を教えてもらっていいですか。はい、矢神だ。田村町で探偵をやっている。ええ、探偵、本物の探偵さんは初めて見ました。あの私の歌聞いてくれたみたいですけど、どうでしたか。同じ、言った。そうだな、歌声が良かった、歌詞がとても良かった、あまり印象に残っていない。印象は残ったよ、歌声も良かったね、歌詞もいいんじゃない。まあ、どれを褒めたら一番嬉しいかっていうことだよね、この選択肢は。ただ歌い手さんがね、喜ぶのは、まあ、もちろん歌声が良かったのは歌声がいいと思ってるから歌い手やってんだよ。だから自分でもある程度は、まあ、嬉しいよ、言われると嬉しいんだけど、10嬉しいとしたら、そうだね、6ぐらいなんだよね、歌声が良かったっていうのは。あの、努力のものじゃないからさ、ここって、まあ、努力のものでもあるんだけど、もともとの天性のものだからね、声っていうのはね。でも歌詞がとても良かったのは、自分で振り絞ってこうね、絞り出して考え出して思いついた歌詞だったりするから、やっぱり嬉しいよねこれは。だから言われるとやっぱ10嬉しい。ただ歌詞の意味分かってんのかとは思うけどね。とてもいい歌詞だったと思う。ありがとうございます。ありがとうございます。とても嬉しいです。私曲も歌詞も自分で作ってるんですよ。そうなんだ、すごいね。そいつはすごい。ところでここには飲みに来てるの？君みたいな若い子が来てるのは珍しいけど。いえ、私まだ未成年なんだ。これはちょっと恋愛パターンに入るとややこしいね。ここには歌わせてもらいに来てるんです。マスターさんが私の歌を聞いて声をかけてくれたんです。マスターいろいろ声かけてんだな。あのマスターがよっぽど気に入ったんだな。そうだ、せっかくだから一曲聴かせてもらっていいかな。あ、聴かせてくれんの？いいね。わかりました。はい、喜んで。さっき聴いたな、この歌。諦めるなんて君らしくないよ。暗い夜道を照らす光は希望。あ、光は希望のタイプね。光は希望のタイプね。 OK。 ありがとうございます。いいえ、今日はお話できて嬉しかったです。私昼は路上で歌ってることが多いんで、よかったらまた聞いてくださいね。あ、今度はお昼ね。 OK。 なるほど、やっぱサナさんちょっと絡んでくるね。サブイベントってなってますね。なので、もう多分昼じゃないとダメってことだよね。あ、ここにまたサブクエスト出てんな、夢の途中。あ、この夢の途中っていうやつがサナさんイベントなんだ。ただこれ多分昼間に行かないといけないのかな。今行けんのかな、ちょっと行ってみていいですか。行けんのかな。昼に歌ってるから昼に来てくださいみたいなこと言ってたよね。まあ、ダメならダメで、いいでしょ。白衣いらっしゃい、ありがとう。運転しながら、気をつけてね。いきなりおじさんソングで報告。ごめんね。変な歌聞かしちゃって。いや、変な歌ではない。サナさんの歌なんだけど。歌ってんな。歌ってるわ。夜でも歌ってんじゃん。何？本当は僕のことを嫌い？話す。
もう当たり前のように歌ってる最中に邪魔しに行ったけど、ファンに怒られるよ。八神さん。あ、サルちゃん。聞いてください。実はすごく嬉しいことがあって。何？今日、芸能事務所の人に声かけてもらったんです。本当？よかったね。服脱いでとか言われなかった。大丈夫？変な芸能事務所もあるかもしれないからね。なんか整形しろとか言われなかった？なんかバストのサイズ、3サイズいくつですかとか言われなかった？大丈夫？芸能事務所の人に。プロデューサーの人らしくて、私の歌を聞いて声をかけてくれたみたいなんです。わあ、そうなんだ。よかったね。いい声で泣くなーとか思い言われなかった。大丈夫？うちの事務所でプロとしてやってみないかって。うん。どんな事務所のどんなプロなんだろうね。そりゃすごいね。なんだか私緊張してきちゃいました。私なんかがプロだなんて。タナちゃんの実力なら心配いらないと思うよ。そうだよ。いや違う。そうだよ、サナちゃんなら絶対大丈夫だよ。サナちゃんの歌を聴いているとグッとくるから。はあ、はあ、うん、サナちゃんならあっという間に国民的歌手になれるぜ。あ、この T シャツずっと着てんだな。みんなそれにしてもプロデビューか。あー、なんだか遠い存在になっちゃったね。うわー、なんだかアンダーグラウンドのアイドルを追いかけてる時の気持ちってやつだね。うん、綱渡りこいつだ。綱渡り遠い存在だなんて、それはちょっと気が早いですよ。それもそうか。すでに人気も実力もあって運もある。マジですごい子なのかもな。うん、売れる人ってこういう素質あるよね。うん、人気と実力はね、努力のものかもしれないけど、運っていうのはマジでね、持ってる人しか持ってないからね。スカウトの話、また今度どうなるか聞いてみるか。で、終わりか。スカウトの話、その後のツイ、そのね、スカウトの話のその後について聞くっていうのが出てるけど、そうだね。マークはないので、これはまたお昼でってことかな。うん。じゃあまあ、ストーリー進めましょうかね。他のサブクエストやってもいいんだけど、ちょっとその辺は、ストーリー進めた後にまたやろうかなと思います。ちょっといや、お金高いサブクエストとかもあったもんね。これチンピラだよね、多分。なんだおめえ。あれ、こっち向きもしねえな、こいつら。あ、いやいや、うん。行って。いきなりもうカウンターとか。ウェイ。ちょっと。普通に戦おうかな、久々にね。よし、拾って、おりゃ。このやっぱ武器での攻撃ってやっぱ強いな。強えなやっぱり。待って、義賊です。僕は義賊です。待ってね。はい、ありがとうございます。8000円。募金しておきますね、八神探偵事務所に。ありがとうございます。いやー、いい人が多いね、世の中には。見ず知らずの探偵にお金を落としていってくれる。素晴らしい。いい人が多いんだね。なんかいたな。違うな。あんな人ばっかりだったらいいんだけどね、世の中。よし。帰ってきて何するんだっけ？あやびが来るって言ってたのか。明日、あやびが来るって言ってたよね、でも。あ、そうそう。これね、鍵選ばないといけないんですよ。で、一度使うと扉に合う鍵。がね、金色にこうピカピカ光るようなスキルもつけました。ややこしいんで。なのでこれでよし。もう鍵を覚えなくてよくなりました。楽になったね。こういうスキルもね、徐々につけていきたい。待ってね、どっかで猫鳴いてんだよな。やっぱり事務所の中で鳴いてない？どっか近くで鳴いてんな猫ずっと。いや、部屋の中で泣いてるぞ。
あれ、お餅か、もしかして泣いてんの。お餅だったよね。お餅じゃなかったっけ。猫ちゃんをね、こっちに置いたの。あ、やっぱこいつだ。あ、ここにいたんだよ。ここにね、来てもらったんだよね。あ、あとレコードだよね。見て。4枚分集めました。コンビニでもらえるレコード。うん。いいね。ちょっと物悲しいな。あ、いいね。好きですよ、このキーボードの感じ。あー、もうちょっとド派手な感じに来るのかなと思ったけど、まあ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 、いいですね。落ち着くー。あー、お餅寝てる。あー、伸びてるお餅。かわいい。うるせえということで切っておきましょう。じゃあ寝ますかね。寝て起きたら綾部が来てるってことかな。明日綾部がここに来るらしいが、今日はもう休もうか。そうだね、そろそろ休みましょう。よし、明日に備えて寝るか。最近ね、あのヘッドホンでね、こうぐっと耳押さえられてるから、顎骨押さえられてね、めっちゃ噛むんだよね、言葉。言い訳中です。電話だ。はあ、もしもし。もしもし、あやべだ。お、あやべだ。今お前の後ろにいるよ。こわメリーさんみたいなこと言ってる。勝手に人んち上がり込みやがって。約束通りブツを届けに来てくれたってことか。それが松金組強盗事件の捜査資料。ああ、そうかそうかそうか。捜査資料だ。寝ぼけやがってヤクザが泥棒に入られたっつって110番するかよ。確かに。札が大勢事務所に来ちまうんだぞ。松金組の件は事件にはなってねえ。この資料は全部俺の独自情報だ。なるほど。金は揃えてあるな。情報料10万だったよな。これこのタイミングでお金なかったらどうなるんだろうね。わかりやすいな、これ本物の捜査資料みたいだ。刑事がどれくらい書類作ってると思う？知らん。星追ってる時間より書類作ってる時間の方がずっと長いんだよ。へえ。得意な顔しちゃってまずこれが松金組事務所の間取りだ。うん。1年前強盗に入られた当時のものだが、まあ今と変わってないだろう。うん、多分な。問題はこの松金組事務所で拳銃強盗がどうやって金を奪って消えたかだ。強盗はまず事務所に入る組員に紛れて監視カメラをかわした。うん。でその資格で組員の頭を拳銃で殴って気絶させる。おお、やりて。その時事務所は留守を預かる海藤が一人きり。うん。午後3時松金組の事務所が一番手薄な時間だ。もう明らかにやられてるよねこれ。そして強盗は油断しきってた回答に銃を突きつけ金庫を上げさせた。強盗は一人だろ。なのにあの回答さんがあっさり。強盗は回答に銃を突きつけた後天井を一発撃ち抜いてみせた。銃は本物となれば誰だって動けるもんじゃない。確かにね。で脅されるまま金庫を開けた後は海藤も頭を殴られて気を失った。うん。ここまでが事件のあらましだ。人が手薄な時間帯を狙われたわけか。でも拳銃一丁で組事務所を襲うなんてな。その組に人がいるいないっていうのはもしかしたらずっと見張ってたらわかるのかもしれないけど、
絶対僕ハムラの頭がなんかやってると思うんだよね、カイトを追い出すために。話聞いてると強盗の手際が良すぎるな。僕もそう思う。腕がいいのもあるが、それだけじゃないな。金庫の場所や事務所が手薄な時間、内部情報に詳しくなきゃここまでスマートにはやれん。組の中に賊を手引きした内通者がいる。やっぱりそうだよね。それはそれとして、なんか海藤さんが不自然だな。あの人ならもっと抵抗しそう。そうだよね、そこはずっと引っかかってるよね。さすがだな。ん？さて、今までの話は所詮前振りだ。こっからが10万の価値がある情報でね。うん。さっき俺は事務所に海藤は一人だと言ったな。言った。だが実際にはもう一人松金の組員がいた。え？東だよ。どういうこと、どういうこと。が金を奪っているまさにその時、あいつもあの場にいたんだ。え？何？どういうこと？こんな状況怖えやろな。金庫を開けろ。逆らえば撃ち殺す。面白え。やるなら一発で殺せよ。出ないとお前が死ぬぜ。おお、東いる。フロアの隅で組長の靴を磨かされていたらしい。それで異変に気づいた時にはもう出るに出られなかった。やめろやめろやめろ、もう銃には勝てねえから。やめろ。やめるんだ。ああ、東に言ってんだね。かっこいい、海藤さん。くれてやる。東を守るためにか。すげえ、こんな風に金入ってんねや。すげえな。東はこの辺の気持ちもあってずっとあのあれなんだ、悔やんでるみたいなことなのかな。強盗の顔つきや体つき、特徴を記憶に焼き付けてた。結果として誰も死なずに済んだし、それがベストの行動だったが、兄貴分を見捨ててむざむざ1億渡したとも言える。確かにヤクザとしちゃ指詰めもんだ。そうだね。本来の動きとしてはちゃんとした動きなんだよね。だから海藤は東もあの場にいたことを誰にも言わずにいてやった。優しい海藤さん。そして消えた1億の責任は自分一人で全部かぶった。なるほど。これでやっと腑に落ちたよ。なるほどね。海藤さんらしい、だろ。でもその後は1億は東が犯人から回収したって聞いてる。何があったんだ。犯人の素顔を見てた東は一人でそいつを追い始めた。金を取り戻せば海藤の波紋も取り消せるんじゃねえかってな。それで警察のデータベースから犯人の顔を探そうとした。なるほど。東が警察のデータベースを使って。そうか、ということは。なるほど。じゃあ東はそこであんたに頼ったんだな。わかるか。でなきゃあんたがこの事件を知ってるはずがない。警察には通報されてる。ああ、確かにね。そういうことだ。で、東は警察の前科者リストから星を見つけ出した。そいつはカムロ町のホームレスになっていて、赤花と呼ばれてた。確かに花赤かったわ。そっちの端末に写真を送った。なんで携帯の番号知ってんだ。赤花がホームレスになる前の顔だ。確かに花は赤いけど、ホームレスになる前の顔。整形した。そんな言うほど花赤いか。
そんなとこ？俺に言われても知らねえよ。まあとにかくその後東は1億を組に戻したってことらしい。じゃあつまり赤鼻を見つけて金を回収したわけだ。うん、でも海藤さんの復帰は叶わなかった。なるほど。代わりに東は組の中でそこそこの出世はしたよ。頭の覚えがめでたくなったってわけだ。赤鼻はどうなった？東から何も聞いてない。まあ俺も別に聞きたかないね。まさか東が赤鼻を始末した？さあな、さあな。10万払った価値はあったろう。ああ、いや、わかりやすかったよ。いろいろ聞けてよかった。いい情報だったね。前、赤花の名前を掴んだ東は、多分町中のホームレスに聞き込んだはずだ。うん。俺も同じようにやれば会えるかな、赤花に。まだ生きてんのかな。だって、ヤクザの事務所から金取ったやつでしょ。生きてるのかな。ちょっと考えらんないよね。なあ、おもちおもちもっちゃん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 、かわいいね。毛づくろいして雨降るのかな。もっちゃんにゃん言うてんの。あ、そうそうか。メインファイルでは、てかね、赤鼻について調べるになりましたね。沈められてそうね。いや、沈められてそうな気するよ、僕も。あの、お金を回収した時に。ただ、東がそれをやってるとしたら、東が殺したっていうことになるから、そんなことするんかな、東っていうイメージもある。ただ、まあ、自分の兄さんをね、その、自分の兄貴がそんな目に遭ってる状態で、怒りに任せてやっちゃったみたいなこともあるのか。ないとは言い切れんよね。わざわざヤクザになるようなぐらい気性が荒い人だとは思うから。松金組に押し入った強盗は通称赤鼻という名のホームレスだった。今も生きてるかどうかはわからない。町のホームレスたちなら行方を知ってるかなということですね。今回はこの、松金組事務所ピストル強盗事件についての話の流れでずっと行く感じだね。サイドケースはこの夢の途中がまだ途中だね。夢の途中がまだ途中。いいね。いい歌詞になりそう。シンガーソングライターになることを夢見て上京してきた三浜さなちゃんと知り合った。デビューを目指して日々カムロ町で歌ってるようだ。すでに人気があるようだし、今後有名な歌手になっていくのだろうかということですね。まあ、何か今後発展していくものがあるかもしれません。よし、まあ今日は時間的にもいい感じなんで、この辺で一旦終わりますかね。いやいや、ご視聴ありがとうございました。もっちゃん一緒に映るの？ちょっと待ってね。もっちゃんと一緒に映りたいな。よいしょ。はい、もっちゃん。はい。いやいや、ご視聴ありがとうございました。チャットもたくさんありがとうございました。明日朝からまたね、リファインド、なんだっけ。名前忘れちゃった。リファインド、なんちゃら。リファインドセルフ、性格診断ゲームをね、今日の朝やったんだけど、2週目を明日の朝またやろうかなと思っておりますので、よかったら遊びに来てください。なんか、ゲームを終えたら性格診断されるってやつなんだけど、結構当たってたのよ。で、2週目、3週目でまた話変わってくるっていうか、多分増えてくるのかな。その診断材料みたいなものがね。だからその辺もちょっと見て、朝からね、楽しんでいきたいなと思っておりますので、よかったら遊びに来てください。というわけで、おじでした。また次回の配信でお会いしましょう。あ、今晩の動画もぜひ見てやってください。というわけで、また次回の配信でお会いしましょう。じゃあねー。バイバーイ。あ、ジャッジアイズの続きもやりますね。